がね、まあ、これ本当にあの様々なスポーツがあってチアリーディングもこれ本当にあのチームワークがいるというね、そんなものを感じさせられたパフォーマンスでしたが、今日はねそういった AHC マリーンズも応援に駆けつけてくれました。さあそしてここからはファイターズガールの、いつものパフォーマンスですが、こちらファイターズガールもやはりスクールナイトということで、今日は学生服姿でのパフォーマンスとなっています。まあ、立山さんもどうですか。あの立山さんといえばね、あの上原さんや、はい、そしてラグビーの大畑さんと同じ高校時代過ごされたと思いますけれども、はい、高校時代の思い出となりますと、そうですね、大畑くんラグビーしてましたけども、はい、彼ねすごい女性から人気があったんですね。なるほどね。まあそういったね学生時代のいろいろな思い出もあると思いますけれども、で、あ、なんですか、これ途中で今パフォーマンスが終わったんですけれども、これはファイターズガールたちも撤収しているという中です。あっと、これは映画リングシリーズのもしかすると貞子さんでしょうか。ちゃんとスパイクまで入っていますけれども、今日はなんと映画ジオンシリーズからかやこと、そしてこの貞子、さらには年男もやってきたということなんですけれども、ちょっとこれ今騒然となっている札幌ドームですけれども、何ですかこれは。ということで、これかやこ対さやこの、さだこ対かやこの、1打席対決が行われるということなんですね。すごい遠くで見てますね。そうですね。まあスクールナイトということで様々なゲストが来てはいるんですけれども、映画ジオンシリーズからなんと早子と貞子と年男がやってきたという札幌ドームになっています。さあこれからですね、ピッチャー貞子、そしてバッターの早子の世にも恐ろしい世紀の野球対決が行われるということになります。まあ、このねジオンシリーズも大ヒットになっているそうですけれども、こういったキャラクターが出てくるんですね。ちょっとこれを見ると立山さん、あの映画見てみたいななんてね気持ちになりますけれども、はい、そうですね、おっと、そしてこれ何ですか、ちょっと中田翔が入っているんでしょうか立山さん。おっと、そしてピッチャーは前剣が入っているということになりますが、それでは準備が前は果たして見えるのか貞子。一球対決お願いします。一球対決です。速いボール、かやこが打っている。そしてかやこはただ走れません。うっと、かやこが潰れると息子の年男がやってきた。そしてその年男が一塁に駆け抜けるということで、かやこの勝ち。いや今普通に打ちましたよ立山さん。いや投げる方もすごかったですよ。いいボールでしたし、貞子は投げ終えて力尽きてしまったようです。打ったかやこも投げてもう力尽きましたが、 BB が助けに行きましたが、ということで最強の呪いを世界中に撒き散らすという貞子とかやこの激突一球対決、素晴らしい。これ男の方なんでしょうかね貞子は。これで打った、これ普通にかやこもナイスバッティングでした。ちょっとかやこもボールが来る瞬間だけは別な顔になってますね。普通のスポーツをする顔になっていましたけれどもね。あ、しかし新たな試み、映画ジオンシリーズからかやことかやこの息子としお、さらには貞子がやってきての見事なファーストピッチセレモニーでした。ちょっといつもと違う雰囲気に栗山監督も困った表情ではありましたけれどもね、楽しんでくれたようです。